こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です、えー。ビットコインね、ね、えー、どうなるんだろうというね、えー、ところですけど、まあ、ここでビットコインでね、億万長者になった人たち、まあ、どんなタイミングでね、えー、どうしてどれぐらいのお金持ちになったのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。まず、ウィンクルボス兄弟。ね、映画、ソーシャルネットワークで出てきた人物ですね。えー、Facebook の原案者とも言える兄弟。 このウィンクル・ボス兄弟はマーク・ザッカーバーグがソーシャルネットワークのアイディアを盗んだとフェイスブックに訴訟を起こしました。そして2011年にウィンクル・ボス兄弟が勝利し6500万ドル、まあ、当時のレートで約73億円の賠償金を得ました。このお金を資本金としてね、えー、当時120ドル、まあ、1万3000円ぐらいだったビットコインを購入したと。で、現在の資産額は10億ドル以上。 ね、1100億円くらいあるということです。そして、ロジャーバー、ね、ビットコイン .com の、えー、CEO ですね、えー。ロジャーバーはビットコインが1ドル前後だった頃に、ラジオ番組でビットコインのことが取り上げられたのをきっかけに大量に購入と。ね、2017年11月頃に、えー、自身が保有する25万ビットコイン、ね、当時のレッドで1750億円程度を 仮想通貨取引所であるビットファイネックスに送金したということですね。まあ、送金が1750億ドル、億円ですから、まあ、それ以上あると。ね、で、サトシ・ナカモト。これはあのビットコインの発案者ですね。で、ビットコインが誕生した当時に1年間ほどマイニングを1人で行ってたと。で、少なくとも100万ビットコインがあると。ね。もし、 今も売らずに保有して続けているのであれば、現在のレートで1ビットコイン200万円で計算すると2兆円と。ね、今120万に下がってますけど、それでも1兆2000億円ってことですね。それから、クリストファー・コッホ、ね。投資経験ゼロの状態で送り人になったと。まあ、2009年に暗号化について大学の卒論でね、えー、取り組んでいたところ、 当時全く知られてなかったビットコインにつ,ついて知られることになり、27ドルで5000ビットコイン購入したと。27ドルで5000ビットコイン買えたんですね。でね、27ドルで買ったことなんて忘れてて、4年間放置してたと。で、ビットコインが騒がれ始めて、パスワードを死ぬもの狂いで探して調べてみたら、まあ、なんと当時のレートで約88万ドル、およそ1億円に跳ね上がってた。ね。その後、クリスタ・ クリストファー・コッホはそのお金でオスロの一等地に家を購入したと。これらね、えー、初期に投資した人たち。しかもね、この最後のクリストファー・コッホを除けば、まあ、このね、ウィンクル・ボス兄弟はね、もともと大金持ちのね家に生まれてますしね、サトシ・ナカはビットコインの仕掛け人ですし、まあ、えー 適切な時期に投資したというかね。まあ、えー、マッチポンプの、えー、主人公という気もするんですけど、まあ何しろね、濡れてに泡でがっぽり資産を増やしてると。まあそうは言ってもね、現在の価格はリスクに見合ったリターンは期待できません。ね、早いタイミングで放置しておける資金で安価で買っておけばもうかったでしょう。しかし1ビットコイン120万円という今の金額では良くても数倍、そして 価値がゼロになるる可能性のあることとを考えると投資はおすすめできませんこれはね、えー、商品仕入れるときも言ってますけど、やっぱりね、えー、プレミア価格になっちゃってたり、高くなっちゃったものはね、えー、損する可能性が高いと。まあやっぱり投資というのはね、えー、儲かるということよりも損をしないということが大切なんでね、えー、そう考えると、わかんないのに高くなってるというものをね、えー、高くなってるからもっと高くなって儲かったらいいなというので買うのはね、 あまりにも、まあ、浅はかというかね、えー、勝率が低いというか、えー、どうなってもしょうがない、えー、損をして当たり前という段階に来てますんでね、えー、全然おすすめできません。まあ、商品相談についてもね、プレミアー価格のものは、まあえー、売れてから仕入れるならいいんですけどね、えー、プレミアー価格のものを仕入れて売るっていうのはね、まあ、ほとんどおすすめしてません。まあ、そんな形で、まあ、転売も投資もリスクに見た 見合ったリターンがあるかというのをね、考えるのが大切なんで、えー、そういう意味も兼ねてね、えー、ビットコイン儲かった人、ね、紹介しましたけど、だから私らもやってみましょうというのとは全く反対の話ですね、えー。昔は確かに儲かった人いたけど、まあ今の金額だとね、えー、リスクに見合ったリターンはない。やめときましょうというお話でした。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。